さん、福さん、疲れ。かんすけさん、ハート。じゃまこさん、ゆゆゆうさん、ありがとう。うわ、目が乾燥がすごい。やっほー、メル太郎さんかな、ありがとう。こんばんは。これ iPhone 一応でも、あ、なんか iPhone15 はなんか外のカメラの画質はいいけど、中のカメラの画質はそんなに、まあ他の14、13の辺と変わらんらしいですね。イケピーさん、シャキさん、ピカピカありがとう。でも前使ってたの11とかやっけ、まあそれに比べたらいいはずですわ。シガキさん、田中のひょうさん、リノンさん、ありがとう。ちょっともうすごいことになってて気まずっとですね。チューチューさん、結婚してありがとう。規約違反もできないですね。クマさん、ファン、マクさん、かわいい、ありがとう。今日もかわいい、本当ですか。北沢、今日はガチすっぴんピースって感じです。クマさん、ハートありがとう。あれ、ゆいな、ほらゆいな、おいで。あー、袋だった、間違えた。ゆいなかと思ったら袋でした、ごめんなさい、間違えました。カラムーンさん、ありがとう。クマさん、すっぴん人間お肌にいいよって感じ。クマさん、ハートありがとう。間違えた、いいのなきゃと。え、さあ、私とは結婚したくなかったってこと。そうやって私と結婚、もうちょっと最近ヒース公文してなくてできなくなってきちゃった。デキネさん、ありがとう。そう、2日目の方がでもさ、使うから、自撮りしたりとか配信したりとか変わらんらしい。緑好き、好き。ナナさんのメンバーカラー、メンバーカラー、テーマカラーだから、ふっぴんかわいいね。え、ユイニャンかと思ったよね、びっくりした。ユイナかと思った、ごめんね。あ、ユイナ映っちゃいけない時間、やばい、寂しい人みたい、うん、これでも配置したのママだから私じゃないので。こんばんは、僕ね、パサーミキミキさん、ありがとう。ビリビリ耐えたとかじゃない、ユイナビリビリ耐えたとかじゃなくて、なんかあんなのは余裕みたいな感じ。あかりさんの出演、あかりさんでももう出てる情報で、改めてその告知しただけだって、全然大丈夫な発言だよ。あの、普通になんかやらかしたみたいな感じだ、違います。キミキさん、ありがとう。ドクター K さん、結婚してありがとう。規約違反なので解けません。こんばんは、キミキさん。しんいちさん、ありがとう。つかめ大好き。ゆいな来てないから、代わりに、そう、ゆいなかと思ったらフクロウでした。こんばんは、こんばんは。今日11日だべな、明日12日か。じゃあ明日私の友達だった人、友達とファダーの誕生日だ。こんばんは。うん、いいな、いいなかと思った。こんばんは、こんばんは。ゲスト、そう、今日のゲスト、トーノーさん、おにぎりありがとう。友達だった人、私は友達だと思ってるんですけど、まあ連絡先とかは持ってないし、まあ、うーん、まあ、だから友達じゃないって向こうは思ってるかもしれないみたいな。あ、ちょっと忘れて、電波悪い、急に。ドクター K さん、ハートありがとう。予想つかなかった。まさきさん、ありがとう。さあ、今日は宮島に行きました。今日も宮島に行きました。豪華でしょ。そう、今日からサンリオのキャラクター大賞が始まったんですよ。そう、もうすぐ TGC、 いやー、やっほー。ドクター K さん、花束ありがとう。今日電波いい感じ、いい感じ。授業とバイトでした。うわー、かわいと
かわいそうすぎるから今抜けた私の毛をあげるね。これ私の触覚、はい、プレゼント。いらないね、ごめんね。そう、宮島行ったまだだと。ガッツポーズの日リエチの投稿で見たな。家にはいないので結婚してくれ。え、無理です。はい、あ、無理。高輪さん、ほんとありがとう。違うよ。マックさん、結婚して契約違反なのでいけないです。朝7時からバイト。え、そう、ブラックバイトじゃない、大丈夫？ブラックバイトに騙されてない、大丈夫？朝7時からってめっちゃ早いじゃん。何時起きなの？毛をプレゼントするとか、髪の毛、そう、プレゼント。こんばんは。宮島3回目だった。1回目はゆなじゃない、りさ子と言って、2回目ゆなと言って、3回目はママと言った。松さん、結婚してありがとう。契約違反できないですね。千号さん、雪平さん、ありがとう。はい、 I'm from インドネシア。はい、スラマパギーじゃない、スラママラン5時半。それはもうなんか、もうなんか言葉が喋れなくなった。5時半という言葉に、私も明日ちょっと早起きなの、早起きする。5時半レベルではないけど、ちょい早起きをしないといけなくて頑張ります。コギミュンね、コギミュンかわいいって感じ。イケアさん、イチゴさん、ルーさん、ありがとう。そう、なんかリサ子と宮島行った、めっちゃ去年の夏ぐらいに行きました。千号さん、ルーさん、マッチさん、高松愛ちゃんさん、ありがとう。ってこと？高松愛ちゃんさん、ありがとう。スラマンマラン、スラマンマラン。そう、鹿がほんまにマカロンに激似でしたわ。なんかトリミングで着られすぎたマカロンに似てる鹿。友和さん、高松愛ちゃんさん、ありがとう。睡眠時間、いちごの箸、逆ですよ、逆です、間違ってるよ。それは友和さん、まっさん、インボスタ、高松愛ちゃんさん、ありがとう。そう、バズーの最終回のやつ、結局誰に投票したの？でもなんか調べたら、いちごマンっていうキャラクターとかもいたんよ、サンリオキャラクター大賞。もうちょっと誰に投票しようかなって感じ。デアタピさん、カカさん、クリスティアン、クリスティアンさん、こんばんは。出遅れた、ヤッホー、逆に疲れたそう、バズレーの投稿もあと少しで終わるということでいっぱい投稿していきますわ。マルクリさん、ありがとう。そう、いるらしい、なんかウルトラマンみたいなシステムの方ね。配信見ながら寝落ちする、ASMR チャンネルだと思われてる最終回リクエスト、なんか一直にバズるのの最終回が2週間後、25日にあってですね、ファンの方々のリクエストが送れるみたいな、やってほしいこととか送ってくれたら採用するかもみたいな感じなんですけど、なのでなんかあったらぜひぜひなんか投票じゃない、投稿してみてください。北沢はね、やっぱダンス企画したかったけどできませんでした。ママさん、高松愛ちゃんさん、松さん、ありがとう。キティちゃん、そう、キティちゃんなのになんかちょっと違うのを名乗り出しているって感じ。そう、だからこの2週間ぐらいは本当になんかもう精神が張り詰められる日って感じなので、頑張りましょう、頑張ります。 X をバズったことないんですよ、 X
ミックスバズったことなくて、あと1週間ぐらいでバズれるんですかね。今日結んどる、昨日も結んどった。なやかりさんありがとう。そう、1時間スペシャル、しかも生放送1時間スペシャルなので、もう暴走は止められない、誰も編集できないから。いちごまの投票1票、そのかわいそうだから。こんばんは。こう今日恋方って言ったら、こうこうって言っちゃった。今日恋方なの、セカンドシーズンあるんかね、そんなもの。リナン変貌してありがとう。リクエスト何日までに書けばいいの。何日だったっけな、今書いたらいいよ多分。何日までだろう、でもなんかいける。今投稿、ちょっと待って、いつだろう本当に。ちょっと確認しよう、確認します、確認を。よいしょ、アンケートで北沢いちごソロで死ぬ、北沢いちごのバンジージャンプ生放送だからできませんよ。北沢くんに会いたいですか。北沢くんに会いたいならやっぱり、うんって感じ。あの送るアンケートじゃない、何応募、何日本語喋れない、もう無理。バズったメンバーいるよ、かなうとかだって100万インプレッションとか。そうですね、生放送で伝説を残してバズって帰っていく。4月21、天才、よく覚えてるね、天才だよそれは、ありがとう。電波あれ、ちょっとなんか自分に都合の悪いコメントされると最近電波悪くなっちゃう。コンプライアンス気まずい。4月21、なんでみんな分かるの、天才。じゃあ4月21日までに送ってくださったら、あのできちゃうよって感じですよ。あれ、ぐわっガマル、アンジェニーさんありがとう。ミルク、天球ミルク、番組半年。でも面白かったですか、嬉しい。バク転無理ですよ、怪我しちゃいますから、そんなことしません。天才、うん、さすがに天才すぎてびっくりした、さすがに天才かも。カイトさんピカピカありがとう。卒業良くて一番好きです、電波大丈夫。めっちゃ良かった今電波、いいコメント。そうだから、みんなよかったらお問い合わせフォームなんて言ったらいいのに送ってください、そのなんかしてほしいこととかね。15時まで、天才やん、本当に天才、そういうのって天才だと思う。4月21日15時まで、本当だ、4月21日、あだからあと10日間あります。なりかりさんかわいい、ありがとう。15時、何それ、中間発表見た、ありがとう。もうやばい、もうなんかもう怖いので X、 でもなんかここまで来たらこれで昇格できなかったらさすがになんか悲しくなっちゃうかも。こんなにめっちゃ病んで、もうやだってめっちゃなって、もうほんまに無理だよってなった上でこれで3位以内に入れなかったらなんか悲しいかも、結構それこそガツ闇しちゃいそう。ダンス企画、面白い企画、ダンスでもう合体してんの、死ぬから。ソロパフォーマンスやってよ、やってよって思う人はもうぜひ送ってください。送ったらその番組の方がおいいねってなったら言われるので、ぜひ送ってください。こんばんは。そう、マミーさんとも、マミーさんとももうさ会えないってこと、ピュン。坂本愛ちゃんさんありがとう、天才です。本当に X いっぱい投稿する、もうほんといっぱい投稿するとフォロワーさん3つ減るんだけど、まあもうそんなことは言ってる場合ではないという感じで。ナンさん芸人ありがとう、泣いてみる。でも今日の放送のね、胸キュン動画グランプリは来週に北沢はエントリーしとるので、来週は
来週の1億人にバズれんのは、まあ、北沢のははみたいなにゃはみたいな動画を見たかった場合は来週見るのが大事です。なのでみんな来週の木曜日1週間後の今日夜9時は開けておくといいかもね。変わりない、やばい、電波めっちゃいい。棒より背中曲げて、あ無理です、私の骨が折れます。フォローありがとう。ダンス確かにね、日本放送では会える、いやそりゃ会えるやろ。なんかこの前夜夜中、うん、12時過ぎ12時半とかにテレビ見てたら酒井さんが出てらしてびっくりした。あ酒井さんだって思って。きんぴらおやきさんありがとう、おにぎり。そう来週楽しみにしてね。だからギャップを見たい方は来週の放送だって言ってるじゃないですか、言ってるじゃないですか。だんだん、あどんどんだった、間違えた。イケピさんピカピカありがとう。ハデオさんクマさんのパン Thank you。 イステリゲーム、そんな幼稚園の時によくやってた、めっちゃ強かった。ほらフォロワーさんもう減った、もう関係ない、もういい、もうこの期間は無理、もう諦めます。そう来週見てください。でもその最終回は4月25日が最終回なんですけど、一直年にバズレーの集計は24日の午後5時かな、待ってね、5時か4時あれ5時までなので、そう頑張ります。なので24日はもう朝5時とかに投稿したらいいんかなって感じ。だってさ24日の投稿はさ午後5時までだからさ、5時以降に投稿しない方がいいじゃん、もっと早く投稿しといた方がいいってことよね。だから24日は早起きしなきゃいけない。録画します。アベマは録画とかあるんですか。必須公文大喜利、でも大喜利大会とかもいいかもね。送っといてください、皆さんお問い合わせフォームに大喜利と、大喜利とダンスをこの2つ送っといてください。自分がやりたいやつを。でも言ったんよ私、この前ミーティングみたいなのがあって言いましたよ、アシューザンで撮ったやつ。そう今日もアシューザンの投稿をね、一億人ねバズれの投稿で載せたんやけど、言いましたか。シーズン2、そう前座で出る頃にはね。でも前座、待ってみんな落ち着いて、自分が一番落ち着いて普通に。25日んえんんちょっと待って、パニック25日に最終回、28日か、あよかったよかった、普通に次の日とかと思って焦りましたわ。そう結果生放送で発表、怖い、もう誰か私の1時間ごとぐらいに集計してくれないかな。こんばんは、でまかせプリンスさん芸人ありがとう、大喜利したい、こんばんは。でも一億にバズれんのはアベマで1話から全話無料でアーカイブ見れるので見てください。見てなかった、必須公文対決勝っちゃうじゃんそんなの。きんぴらあやきさん、なりかりさんありがとう。大喜利うまそう、でもこの前クロちゃん大決定戦で1回だけ大喜利した、初めて大喜利した、こんなアイドルはやだ、どんなアイドルってクロちゃんが答えそうなことを言うみたいなやつ。ゆなさんにきってありがとう。25歳28歳、パニックパニック、もう25生放送28、なるほどね。なんかでもなんかでもなんかさ、でもほんまにまださ結構ガチでさ何するか分かんないんだよ前座が、だからもう何って感じ。はがき職人職
書き職人してきてさ、怖い顔、そう正直将棋パクっちゃってんよ。しんちさんありがとう。モノボケやってない。 SKM さんハートありがとう。でも確かにそういう企画の方が通りやすそう。うんうん、うん、でも全然ほんまに全然何するか分かんなすぎて怖いですよ。チャーハン定食さんハートありがとう。ドッジボール、ドッジボール、それはもう AK ビンゴパクってますからダメです。うん、こんばんは。うわー、でもあと少しで終わってしまうのか。なるほどね、今のトレンド見よう。もうトレンド病だから私さ、トレンド見ないと生きていけない。よしかっかくんさんありがとう。おにぎりタイムショックパクッ、んー、まあいい感じに濁して送ってください。クレーンゲームしたー、いいね。どっちの方が早くというかみたいな。そう、今日まだいるよ、昨日もいるし。それはクラコンさんなんよ。ジュンさん、きんぴらあやきさんありがとう。あ、やめて、そのもう触れづらい発言してくるから、みんな無理、もうそういう発言しないで。ジュンさん結婚してありがとう。契約違反なのでできないですよ。やばい、なんか顔色が悪い自分いつもか。ハンギョドンのこの顔じわるくない、挟まってる感がすごい。練習しておかんといけないの、死ぬから。オリホー半魚と胃もたれ治った、昨日寝て起きたら治った。でも私 3.141592653589794626 までは言える。3.1415923.1415926539793283846296か、うん、ここまでしか言えない。高本一人さん誰もありがとう、こんばんは。なんかやりたいこととかがあったら、なんか言ってみたいな番組側に言われた時、やっほー覚えてるでしょ。3.141592653589794626。でもこれさ頑張って覚えてさ、桁が多くてもさすぐ言えちゃうけさ、なんか短く感じるから嫌なんだよ。ミューフォンとイチゴ似てる、やっぱ親子だからだよ。スタは飲んでくるの、え、 メロン。スーさんありがとう。松茸ね、あれはひーちゃんとか誰だっけ、リエチじゃなくて、あ、さあ昨日の配信でちょっとやらかしたことが一つあってさ、リクエストしといたん。暗記得意かも、得意だよ、うん、暗記得意得意なんだっけ。そう、昨日の配信で来たぞ、やらかしたことがあってさ、50桁まで覚えた、やば、私多分20ぐらいなんよ。私もさ普通に30じゃない、50まで覚えますって言って50覚えた方がいいやんね。違う、だから昨日の配信でやらかした発言について、今日のバズレンの投稿でさ、もう一人のランウェイ歩く人が発表されたじゃんか、まあ、リエッチなんだけど、私昨日さ配信でさランウェイの歩く練習をサッチとリエッチとしたって言っちゃったんよ。で私結構ガチで心の中でめちゃして、あ、リエッチじゃないわ、ナーミョンナーミョンとか言ってめっちゃごまかしてたけど、でも誰も何も言わんかったけよかったけど、今思うとった大やらかしで気まぜっと。10時まで残業した、やばすぎる、ブラック企業やめようっていうのは嘘、偉い、さすがに偉い、それはさすがにそれは偉い、やっほー。
3.1516589793238462643。いやいや、ちょっと私より多いのやめて、 3つ多いのやめて。ぐるぐるバット、私さ徳島のさ公演かな、でぐるぐるバットしてガチで具合悪くなってさ、なんか MC でぐるぐるバットしたんよ企画みたいなので、なんか次の曲はサングラスデイズだったんだけど、ほんまに次の曲マジで具合悪くて、ほんまに気持ち悪かったからもう嫌ですよ。ズルルッテ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 、後ろ向いてる時ほんまに死ぬ死ぬ死ぬテンツルテンとかでもほんまに死にそうになってた。あや面白かった、あ見てくれてありがとう。ヤッホー、ミョン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 、あさきさんあとありがとうかも。いやちょっとやらかしてた、そうさらっとリークしてたけどセーフセーフです。洗濯は大事。ああブラック、あ来ます。パンパンさんピカピカありがとう。うんまあ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 、でもそっちとそのイエチとちょっとだけもう1分ぐらい練習したあでも普通になんか教えてもらえんけ、うん、びっくりって。でもあかりさんがあるけ、あかりさんに聞いてみようかな、福田あかりさんに。あかりさんどこどうやったらいいんですかって。きんぷらおやきさん花束ありがとう。だから明日多分何なんて言ったらいいのあれ、三半期間、三半期間がほんまに終わっとるけさ、なんかそういう系がダメ、車とかのもうほんまに毎回酔う感じとかも。三半期間が終わってるんですね、だからどうしたらいいんかと思って。リーチそう、リーチかわいそう、ユーナもよ、まあ、ユーナでも負けとったけどユーナのせいでみんなビリビリ食らっててかわいそう。 TGC のタイムテーブルね、私も分からん。みんなで歩く、強そう。グーグルエチケットグーグルバット、グーグルバット嫌です、嫌な思い出がありますよ。最近東京来ないの、行ってない。最後に東京行ったのいつ、幕張の話し会の時にの前日とかかな。全然東京行ってないな、休みがあったらお家帰った時とかに行っとったけどないからもうあさってなのに 2.5 期さんに会えません、普通に考えて、普通に考えて会えませんので、はい。生放送やるから面白いっていう企画がいい、確かにね、確かに生放送だから。でも大喜利したいな、三半期間弱いわ、バズれバズれって感じで。高校時代に船に乗ってたんだけど、女子生徒だけ、かわいそう、かわいそうやばいよね影山優佳さん。だってさ私東京ドームで見てた人なんだよ影山優佳さん。その方ともうさ、だって MC じゃん、司会だから、もうやばいやばいやばい、緊張してきた。愛知来ませんか、愛知ですか、名古屋、あっち名古屋一回しか行ったことないよね、ちゃんと降りたことが。しかもその一回は SKE さんのオーディションだから、なんていうの、なんかちゃんと行ったことがない。愛知ね、手羽先食べたい、行きたいよ。でもいろんな全国回りたい。クレさんがあっちのプレゼント来たら、そっか 2.5 期さんもプレゼントさあれよね、メールで送ってきてたね。クレさんランウェイでどんなボケしません、手振りながら、あれスキップだから普通に、違うから。船公演してた先輩で結構すごい、いやーね、かわいそう、こんばんは。でもクマモンと写真撮る、みちょぱさんもね来るよ、愛知来ること。確かにあんまりないかもね。確かに ST 愛知行くことってあるんかな、あんまりないよね。
フェスとかでたまにぐらいか。確かにあんまりないかも。ないね、意外と。確かにね、ないね。全国ツアーとか、あ、でも全国ツアー、全国ツアー先輩方がやると時、自分たちは研究者は別で瀬戸内ツアーしてたから、また別なんよな。こんばんは。高松愛鳥園さん、ジャワパングさん、おぐさん、ありがとう。気づいたら、こんばんは。あー、合同握手会でね。金ぴら焼きさん、ありがとう。確かにいちごも昇格したらね。でけえのオーディション受けてたの、受けてたよー。でもなんだっけ、なんだっけ、あれ、修学旅行、なんか修学旅行がさ、オーストラリアだったんよ。なんかオーストラリアはさすがにキャンセルできないよーってなって、ウィーンと思ってって感じですよー。領地でも、ナナさんとかはさ、岡田ナナさんね、なんかツアーやりますとかってなったらさ、 AKB グループがある県に行くじゃん。てかに行くじゃん。新潟行って、名古屋行って、広島行って、大阪行ってみたいな感じじゃん。で、あと東京と地元みたいな感じだから。カズマとの背の高さ、可愛いキラキラ系とかっこいい系、どっちがいい？どういうこと？オーストラリア、そう、ホームステイした2週間ぐらい。そうなの、オーストラリア行こう。でもめっちゃ広いよ。でも時差はそんなになかった、私が行った地域は。でも地域によって時差もまた変わるから、どっちもどっちも送る。うん、あ、服装の、服の話か。なんかちょっと通じなかった。英語話せる、そう、英語話したよ。なんか現地の学校みたいな。それはクルさんなんよ、盗まれるのは。チミサラさんもオーストラリア、あー、でも確か四国に行ってるって言われるよね。チミサラさん、オーストラリアが結構あれで行きやすいんじゃないの、その何、留学系で。妹今オーストラリアさんで、そうなの、妹おったん、そもそも。お兄さんだったってこと実は。あらあら、びっくり。それはオーストラリアのなんか現地の学校みたいなところに通いながらみたいな感じだったんだけど、なんか、うん、特になかった話すことお兄さんかい、兄か。そう、時差がねあんまりないから良いよねって感じ。でもなんか学校、学校に野生のコアラとかおった、びっくり。いいお兄さん。なんかでも私もこの前なんか急に突如として兄からお小遣いをあげますみたいな感じで、なんかお金もらった、ペイペイでびっくりびっくり、急に急にくれたから、なんかうわーいって感じで受け取っときました。きます。ニバードさん、ありがとう。お小遣いあげない、あげて、それは喜ぶよ妹が。このようにニバードさん、ありがとうね。らしいね。そういえばさ、いや、まあいいか。今日めっちゃ久しぶりに室並べをしたんですよ。4回5回ぐらい室並べしたんですよ。で、自分のランキングは誰が今一緒に並べやってくれてるのかなって思って見たんですよ。で、みんな、まあ、私推しにしてくれてたりとか、総合のところをね、北沢一号推しみたいにしてくれてたんですよ。なんか、まあ、藤井理恵推しみたいな、みたいな、なんか、あとなんか、新井理恵推しとか、みたいな。ちょっと電波悪くなっちゃった、急に。兄はイケメンかどうか兄はね、でもめっちゃ顔似てる。私が髪を全部上げるとマジで似てる、顔が。猫みたいな感覚でコアラ、どちらかというと、でも
カンガルーの方が野生多かったかも。コアラでもね、動物園で触った、めっちゃモフモフだった。長女なので、お兄ちゃんお姉ちゃんが欲しかった人生。長女なの？長女なの、いいね。ということはでも長女とか長男とかも大変な、私は末っ子人間なのでって感じ。なんかでも兄沢さんからそう小遣いもらって、なんか自慢話みたいなの聞かされましたなんか仕事がこうでみたいな、なんかめっちゃ自慢話聞いて、あそうですかって思って、まあ頑張ってるみたいなので頑張ってねーって感じですよ。ベジマイトはね、食べなかったら美味しくないって聞いたから、ちょっとまあいろいろ見ちゃう。まあまあ私がね、下並べしてないのが悪いのかな。そうだよね、私が下並べ最近全然できてなかったから。そうだよね、ハラありがとう。全然やってなかった、いや大丈夫、私も全然やってなかったから、全然やってなかったですよ。ちっぺさんありがとう。浜田響き推し、そう浜田響き推しとか、うん、ちょっと電波悪いか。髪の毛上げて嫌です。本当に気なカウントありがとう。12月の考えでした、どういうこと、あ、そういうこと？シナモン、オーストラリア、違うよ。浮いたってどういうこと？空気中に。ミニバードさん、もちもち、きなこもちゃん、ありがとう。くまモンはね、でも熊本行くから、やっぱくまモンだよねって思う。13歳下の妹がいる。めっちゃ可愛すぎん、そんなの。13歳下の妹とか絶対可愛いべ。で、私だったら、6歳とかって。可愛すぎる、それは。え、何でも買おう、お菓子とか全部買ってあげよう。もうなんか私さ、貢ぎ癖が結構あってさ、好きなさアイドルさんとか好きなヤクルさんとかに貢いじゃうしさ、最近はさもうなんか多分私がおかしいんだけど、私の目に奥田結菜さんがなんかもう赤ちゃんに映ってるよ、私の目には。だからなんか、このお菓子美味しそうって言ったら、あ、これ欲しいのね、はいっつって買っちゃうの。もうほんまにやめなきゃ、やばい、さすがに。これ気になるなって言ったら、ん、これ気になるの、うん、じゃあ買おうかって言って。そう、奥田結菜推しとかね、びっくりびっくり。多分兄沢さん、ミニバードさん、奈緒さんありがとう。美人死ぬ、こんばんは。久いべクルさんと弟いいの。ビースガーさんありがとう。女装したらイチゴになる説、確かにそれはあるかも。え、なんかわかんないし、どこであれさホームステイしたんで、もシドニーとかではない。シドニーはでも観光でみんなで行ったけど、でもめっちゃ遠かった気がする。それよりなんかな、謎の場所、あ、なそう、どうやっけ、もう忘れちゃったんよ。リサハートありがとう。妹は最近小学校2年生になりました。可愛すぎる。もう何でも買ってあげるよ、もう何でも買ってあげるよ。何が欲しいかな、プリキュアとかが好きかな、何が好きかな。何でもあげちゃう、もう何でも買ってあげちゃう。そう、貢ぎ癖だよ。可愛い妹は創作の中だけ当たり前やん。そんな可愛い妹なんかいるわけないやん。可愛いのはね、小学校小4ぐらいまでだよ。妹とかね可愛いから見ついちゃうよね。あれや、孫はにゃ、お姉ちゃん気質がある。でもめっちゃ末っ子だけどね、超末っ子なんだけど私。こんばんは、ランさんハートありがとう。人生ほっこんちさんありがとう。ほんまにでも私の目には赤ちゃんに映ってる。ヒロさんありがとう。そうだよ、気になるの、うん、これ気になるのかなっつって、靴と服買って、電波悪いな、電波悪いな。なんかいとこが、最近会ってないけど、いとこが男の子なんだけど、今何歳、小4とか小3、小4ぐらいのいとこがいるんよ。何歳なんだろう今、分かんないけど、いとこがおって、
小学生の男の子いとこがおったらお菓子でもいっぱい買っちゃおうかなみたいな。今だと公園行って走り回ってる可愛すぎる。それはほんまに可愛いです。ありがとうございます。妹ほのぼのエピソードももっと聞かせてって感じ。可愛い。でも私もレッスン終わりとかナワピさんと走り回ってるよ。よくレッスン上追っかけっこしてるのわーっつって見ついちゃうよね。衣装担当死ぬ。まあでも妹はいっぱいいるからシティユーに生徒うちの妹どうよって感じ。オーストラリアしか海外行ったことないかね。自分に見ついてる。えヒーターのいとこさんもきさん会ってみたよね。かわいいよね。推しの絵とか描いてくれて、なんかいちごちゃんっていうのにハマってるらしい。だからいちごちゃんって名前が頭にあったから推しのことごめんね。いちごちゃんって名前で国語の音読もえかわいすぎるんだけど。国語の音読とかもさすがにほんまにかわいすぎるな。それはさすがに可愛すぎる、うん、え可愛すぎる。そんなのだってさ小学校低学年の宿題すぎて本当に可愛いかも。こんばんは。オーストラリア行こう。みんなみんな行きたくなったらオーストラリアへどうぞ。海外に行きたくなったお姉ちゃんもたくさん作る。お姉ちゃん STU にお姉ちゃんいっぱい作る。やっほー。台湾にいるの今。やっほー。タピオカ飲んで。飲んでじゃない、飲んだって言ったら飲んでって言っちゃった。マッドマックス何マッドマックスって。ヤチの妹かわいいよね。まあヤチもかわいいけど染める。三井だ死ぬ。カンガルーとコアラ。カンガルーは結構どこにでもいる。コアラもでもたまに野生がいるけどふわふわでいいよ。ヒータのいとこに、そう本当にヒータのいとこに会いたい。妹もお話し会参加させる。ちょっとかわいすぎちゃうかもそれは。じゃあ妹に紹介しといて、これがいちごちゃんって言うんだよって言って、私の将来の結婚相手って。あ違うか、ちょっと間違えちゃった。1年半くらい台湾帰ってない。帰ろうそれは。1年半か。帰ろう帰ろう。帰ったらタピオカ飲もう。タピオカ好きすぎるやろ。捕まったって言い方しない。友達の娘に貢いだ。やばい。でもやっぱさ身近にさそういう子供ちっちゃい子とかいると貢いじゃうよね。私の身近にいるちっちゃい子はミューポントリアチューとユイナかな。でもカスミンとかには貢ごうとは思わんないな。年下だけどユイナと同い年だけど、なんだろうねこの差は。自分より年下。でもサッチーとかリエチとかにも貢ごうと思う。クルさんは別に別枠で貢いでるからもう。そう私はね中3の時に修学旅行で行ったオーストラリア。ホームステイした北斗の県のもとも。やだ怖いです。コアラ食べる。コアラ食べないで。俺の読みってこと。で電波悪いですかんすけさんハートありがとう。友達の娘とかねもう見つぐ。リオツンさん。あーリオさん。でもリオさんは見つがんかも。リオさんか。ナーピさんとかも見つごうとは思わん。なんだろうねこのさ。私のあげるためだけに実家。もうそんぐらいのレベルだよね。やっぱさ子供に会いたいよね。心が現れる。バレないようになった。日本語を習得したってこと。高松愛ちゃんさんハート 3.75 さん風呂敷ありがとう。クルさんよりリオツーさん。クルさんはね私のことなんかどうでもいいんだこんばんは。でもなんかツーさんはわしが会いに行かんくてもレッスンの休憩時間とかにそうあっちから来るんよ。リオさんって可愛いでしょ。リオさんの可愛いポイントはそう向こうから来るんよ。リオさんって
ナナピさんは違う。ナナピさんはなんか違う。ナナピさんはね、ナナピさんはあのレッスン終わりに追いかけっこするな友達って感じ。3期だけ。でもミューポンとかはそう、この前も見ついたんだけど、あ、これミューポンが好きなやつじゃん顔みたいな。リア充とかにも見ついちゃう多分。でも多分一番見ついてるのはユイナ。ほんまにユイナのことが赤ちゃんにしか見えないんです、私の目には。そう、人生方向オンチさん、レンボースターありがとう。クルさん、ディーディー、純正とキャプテン、アジミーさんはだってでもさ、やっぱ年齢が年上だとさ、なんかお姉さんって感じがする。でもアジミーさんお姉さんだもん。ジュミさん、ジュミさん、ユイナのこと本当に私は赤ちゃんだと思ってる最近。はあって言われたの、死ぬママやろ。そう、ユイナは赤ちゃんだから、もう私はユイナのこと赤ちゃんに見えてるから、なんか赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃんだよ、赤ちゃんなのに、赤ちゃんなのにそんなことできないよみたいなスタンプがあるんよ。私それをユイナに送りつけて、プレゼントってか送りつけて、このスタンプを使ってって言って使わせてる。気まずい、ちご三つぐプレゼント、プレゼントっていうかな、ユイナは赤ちゃんだから、私からしたら身近な赤ちゃんはユイナ、みんなちゃんって感じ。ついじゃん、使わせてるの本当に。渋吉さん、パンありがとう。スタンプ気になるやろ、赤ちゃんだよみたいな、赤ちゃんなのにそんなことできないみたいなスタンプが、さっき生まれたばっかなんだよみたいな。ゆず太郎さんありがとう、パン。それを使ってもらってる、これ使ってっつって、何かを食べさせてる。そうだよ、赤ちゃんと言うと怒られますよ。そうで、私以外の人が赤ちゃんにしたらそりゃ違うわってなるけど、私がユイナのこと赤ちゃんっていうのを言うのは喜んでるまである。それはないか。お話し会ね、アルバムがどうなるかどうなのかって感じだけど、お話し会日程とか特にないもんね今ね。ユイナ、ああ間違えた、袋だった、間違えた。確かに来年やばいね、7月に誕生日だからね。リアチューミーポンいいな。子供たち、そう0歳かもしれん。なんかこの前イエナとお出かけしてる時に、外国の方の赤ちゃんがめっちゃ瞳が青い赤ちゃんがいて、めっちゃ可愛くて、なんかイエナが可愛いって言って、こうやって手振ってたりしてたんだけど、なんか同い年かなみたいな。アルバムのお話し会ね、いつかな、楽しみ人間、楽しみ人間。あ、やばい、赤ちゃんじゃないって言われた、赤ちゃんに、赤ちゃんがコメント、赤ちゃんは寝なきゃダメなんだよ、赤ちゃん、赤ちゃんこの時間まで起きてちゃダメでしょ、赤ちゃん。うん、そうなの、発表あるかも、なんだ、赤ちゃんダメだよ、もう赤ちゃん、赤ちゃん寝る時間だから、赤ちゃん、赤ちゃん寝て、赤ちゃん、赤ちゃん明日早起きするよ、私は。赤ちゃんも早起きできるかな。赤ちゃん早起きできるかな。私が寝かせんといけん。あ、ぶち切れてるから、奥田優の格好してよ、ふってた3期研究生、ぶち切れてるから。たまたま来たら、私の話してた。赤ちゃんじゃないつって。半魚の見せて、はい。怒んないで、赤ちゃん。赤ちゃん怒んないでね。違うわって、いや、それな。死ぬから。今日宮島行ってさ、顔
顔パネル、何あれ、顔出しパネル、新たな顔出しパネルしてさ、イエナに送っといた。私の今のねスマホの待ち受けイエナの写真なんだよね。あ、57分、じゃああと1分になったら、あと1分、58分になったらランキング読めます。ウルトラマン、ウルトラマンタイムが、クルさんの写真、え、そうスマホ変えてからさ写真がないんですよ。なんか本当に最近の写真、ここ1ヶ月はないかな、なんかここ10日ぐらいの写真だけ謎に移行されてて、だから そこにあった中で一番いい写真がユイナの写真だったから、とりあえず待ち受けにした。なんかいい写真が撮れたら変えていきます。移行する、いや移行したくないんだもん、だって移行したら容量が全部埋まってしまうわ。明日の夜一緒に配信しようね、おこ。いいよ、おこ。あきさん、ありがとう。盗撮しません。あ、やっぱり時間が。ということで、明日の夜は奥田結菜さんと配信予定ということで、よろしくお願いします。ということで、ランキング読みます。15位から読みます。15位が、カイトさん。14位が、東能さん。13位、リノン。12位、ナオさん。11位、なちゃまこさん。10位イケピスさん、9位ナルカリさん、8位高松愛鳥園さん、7位ゆきひらさん、6位きんぴらおやきさん、5位ルースさん、4位よしこっこくんさん、3位みきみきさん、2位松さん、1位人生方向音痴さん、ありがとうございました。今日の配信でしたわ、配信でしたわ、日本語キモい。ということで、そう明日は夜って感じですね。ありがとう、こちらおにぎりありがとう。うーん、なんか言おうとした、 X か、 X よろしくお願いします。 X の投稿よろしくお願いします。楽しかった、嬉しい、おやすみ、みんなも寝てください。明日早起きの人は頑張って起きましょう、寝坊しないように。また明日、おやすみ、おやすみ、バイバーイ、おやすみなさい。頑張りましょう、明日も金曜日、明日花金頑張りましょう、みんな、もうみんな残業に追われすぎだから頑張ろう、バイトも頑張って、授業も頑張って、みんな頑張ろう、バイバイ、おやすみ、私も頑張る、ちょっと早起きするので、おやすみ、おやすみ、 X よろしくお願いします、バイバイ、おやすみ、バイバーイ。